こんにちは。TSFCM Tech School for Change Makers を運営しております。中条隆之と申します。普段はドイツのベルリンというところに住んでおります。YouTube だったり、Udemy、それから Amazon Kindle 本でもですね、情報発信をしております。あとは LINE の API キパートも持っておりますので、LINE に関するチャットボットを作ったりもしています。最近だとですね、学園祭向けの決済アプリ、 を作ったりしましたね。LINE だけで検索ができると。で、文化祭でその、の、電子マネーが使えるみたいな感じのアプリを作りました。一応 Twitter、Facebook、Twitter じゃないですね。X ですね。あとは YouTube でも、はい、NJN0TE で活動しております。よろしくお願いいたします。でですね、今日は、AI って何ですかというのをですね、私なりに解説できたらなと思っています。 で次にですね、AI でじゃあ実際に何ができるんですかというのから始まり、実際に AI を使って文章を書いてもらおうといった感じですね。で、まあ、実際にその書いた文章をですね、ブログ化して、ノートというところにで,ですね、公開してみようというところまでやれたらいいかなと思っております。それでは早速やっていきましょう。今回はですね、AI、そんなに知らないよっていう方向けなので、あ,のある程度知っている方というよりは、今更ちょっと聞けない AI。 とはみたいな感じの動画になっております。ではですね、こちら、リモコンですね。リモコン。これ、AI でしょうかそれとも AI ではないでしょうかねどうでしょうかねこれ、ちなみに、中学校、私、中学校でも教えてるんですけど、 中学生に、1年生ですね、聞いたらこれは AI じゃないっていう人がもう9割以上でしたね。ほぼ全員でした。どうでしょうかね。じゃ、これはどうでしょうかね。これ、あの、私が昨日の夜ですね、作成した AI で生成した画像。この子が持っているこのリモコンは果たして AI でしょうか。どうなんでしょうね。ちょっとこれ、このスライド別に余談なんですけど、これはまあ AI でもいいかもしれないですね。 ただ、こっちってそんなに AI って呼べないかもしれないんですけど、実はですね、リモコンは AI だった時代があります。今、チャット GPT にも一応聞いてみました。リモコンが AI と呼ばれた時代があるって本当ですか本当です。1970年代から1980年代にかけて、はい、AI と呼ばれていた時代がありましたと。これあの、27.5度って設定したらですね、その27.5度にこう、 温度調整してくれるじゃないですか。で、28度ぐらいだったら止まってみたいな。ちょっとまた下がってきたらまた27.5度に合わせてみたいな。これを繰り返して、温度調整をプロ,プログラムでね、こう制御してくれてますよね。これはコンピューターが、AI が入っているからではないかということで、ルールベースの AI がですね、入っているといった感じで、はい。AI と呼ばれていた時代がありました。それが大体第一次ブーム、AI ブームが終わったぐらいの、 頃ですかね、ちょうど Apple2 が発売した頃ですね。チェスで、チェスのね、チャンピオンをプログラムの作ったマシーンが勝ってしまったみたいな、そういった時代ですね。はい。で、それから第2、第3みたいなブームがあって、で、今ですね、LLM、大規模言語モデルといったね、時代がまさに始まっておりますと。 で大体2026年ぐらいにかけて、こうデータがね、どんどん AI に学習がたまっていって、人間の情報っていうのがもう、知り AI がね、こう学習して、大体も集まりましたよっていうのが、2026年にあって、でそこからどんどん、まあ、サービスとかいろいろと進化して、はいで、さらにですね、先に行くと20年後ですね、2045年には、シングュラリティ。 シンギュラリティってご存知ですかね。これもあの中学1年生に聞いたら、シンギュラリティって言葉を知ってる人は、まあ、これもいませんでしたね。1人ぐらいいたかな。はい、まあ、それぐらいまだ知られてないんですけど、これ何かっていうと、次の資料にもあるんですけど、シンギュラリティというのは、AI が人間の知能を超え、自らを改良していくことで、技術の進歩が爆発的に加速し、人間の理解や制御を超える地点ということで、まあ、AI がですね、人間を超えてしまうといったのをシンギュラリティと。 いっていますねですしかもそれがさらにもうコンピューター上でどんどん勝手にですね進化していくみたいな。で、そこから新しい技術が生まれたりもするんじゃないかというのがシンギュラリティです。ただ、このシンギュラリティっていうのは本当に来るんですかというのはですね、もうトップの科学者とか技術者の間でもですね、実は意見が分かれていたりします。どうでしょうかね。シンギュラリティというのは来ると思いますか ちなみに20年ごとなんですけど、これ20年前はどんな時代だったか、じゃあちょっと見てみましょうか。10年前はですね、こんな時代でしたね。私が中学生、高校生ぐらいですかね。高校1年生かなはい。で、あの、ガラケーというのがですね、世の中にはございまして、このボーダフォンのスマホ、すごい見覚えがあるんですけど、私は。このスマホを持っていればもう最先端みたいな感じでしたね。なんと、スマホなのに開くみたいな。スマホじゃないか。携帯ですね。当時は。 はい、携帯がこうパカッと開くと。しかもパカッと開いた上にこれ、ぐるって回るんですよ、これ。東芝の技術ですね。はい、こういうのがありました。で、これでみんな何をするかというとですね、右上にもありますけど、全略プロフィールというのがございました。多分この動画を見ている方では、全略プロフィール知らない方も多いんじゃないですかね。ちなみに中学1年生は誰も知らなかったですね。はい。で、これを見て、あの、当時、あの、Twitter とかもないので、まあ、ギリギリ出てた、もう、 発売、チャット GPT みたいな感じ。こんなんでましたみたいな感じの時代なので、誰も使ってない時代です。これ何してるかっていうと、こうね、好きな人と、ここを交換して、その全略プロフィールが更新してるかどうかをチェックするみたいな。今じゃ考えられないですよね。Twitter の,の最初のプロフィールのところで更新してるかどうかだけを確認するみたいな。そういった時代がありました。で、右下これゲームボーイですね。なんと、ゲームボーイが白黒じゃなくカラーになりましたということで。任天堂 ゲームボーイアドバンスということですね。まあ、なんと白黒じゃないカラーのポケモンが楽しめるみたいな。そういった時代でしたね。今はカラーのゲームは当たり前ですよね。そういった時代がありました。これ、今見るとめちゃめちゃ古いなと感じるんじゃないでしょうかね。はい。というわけで、こう、現代のこのね、iPhone 16とか、VR とか、画像生成ができてしまうとか、なんかこういったのも20年後を見ると、 何これフル、誰も使ってないよってなる可能性が非常に高いですね。なので、まあ、シンギュラリティが来て、まあ、A が何でも勝手に技術進歩していくって時代が来ても、まあ、その時代が来てから見ると、あ、このスマホってこんな時代あったな、みたいなのがもしかしたら来るかもしれないですね。いかがでしょうかシンギュラリティ来ると思いますかじゃあ、改めてですね、今、この2024年、2025年にはね、何が でできるかなんすすけどま,あ色々できますよねこれ,あのこれもあの AI 何ができるっていうふうに中学生に聞いてみたらいろいろと返してくれましたね。適温にしてくれる。これはね、第1次ブームの割り替えなんでまあ当たり前にできると。で、あとコミュニケーションできますよね。チャット GPT にこう、こんにちはって言ったらこんにちはって言ってくれるし、会話でね、例えば日本でお茶何が飲まれてるのって言ったら煎茶が飲まれてるよとか,なんか何でも答えてくれますよね。コミュニケーションができますと。 これも面白かったんですけど、レストランで注文したら、物を運んでくれる。そうですよね。なんか最近、あのまあ、コロナのおかげでというか、コロナがあったから加速したかもしれないんですけど、そのレストランで何か注文したら、人間じゃなくて、もうロボットがですね、料理運んでくれますよね。あとはペッパーくん。まあちょっと、まあ、終了しちゃいましたけどね、ペッパーくんがいたりとか、あとは文章を書いてくれたり、映像を作ってくれたり、画像を生成してくれたり、3D のオブジェクトを作ってくれたり。 あと面白かったのが部活のトレーニングのメニューを考えてくれたりといった感じで、もうね、コーチがいらないですよね。もう、チャット GPT がですね、今日のトレーニングメニューを考えてくれるんで、こういったのもできるといった感じですね。じゃ逆にですね、AI は何ができないんですかと。今の時代の AI 何ができないのって言ったら、これも結構面白かったですね。全部、あ、全部じゃないか。まあほぼ、1 1が答えてくれたんですけど、食べることができない。生命を感じない。感情がない。 バカになれない。これ面白いですね。バカとはといった感じですけど。あとは、プログラムされたことしかできなかったり。空気が読めない。これも女子っぽいですね。あの、女子中学なんですけど。あの藤村女子中学で教えてるんですけど、その、中1は空気が読めないって言ってますね。あと、察せない。これ面白いですね。物理的に成長しない。歴史的なエモさがない。この歴史的なエモさっていうのは、例えば、私だったら、この YouTube なんで配信してるかっていうと、 コロナ禍から私始めてるんですけど、コロナの、コロナがあってみんな在宅だから、在宅で何するかって言ったら多分 YouTube 見るだろうなと思って。YouTube 見ってる中で何か学ぼうと思ってる人いるだろうなと思って、私はこういった何か学べるような動画を配信してるんですけど、 はい。そういった理由とかありますよね。いろいろ。なんでこの人はこういう行動をしてるのか。そういう背景とかあった上で何か言葉を発してると思うんですけどね。そういった歴史的な背景全くない。エモーショナルな部分も全くないので、そういうのがまだ現代の画ではないのかなと思っています。あとは最新のことがまだね、学習できなかったり、ま、た自分の意思で学べなかったり。それから自己中。<laughs> 自己中ってかもしれないですね。これも中1が言ってるのかな。自己中になれなかった。自己中だったり、あとは病気になれない。 病気とか、あの、なんだろうな。いろいろとね、生きていく上ではそういうのがあるので、そういうのは全くないみたいな。まあ、生命を感じないに近いかもしれないです、ね。まあそういったのが今のゲ AI にはないことかなと思います。こういうのをね、考えると、じゃあ次どういう AI が来るのかなとか、どういう未来が待ってるのかな、何が作れるのかな、みたいなのがわかると思うので、まあ、こういうのを考えるのは大事なのかなと思い、このスライドを1枚入れてみます。皆様、AI は何ができないと思いますかぜひですね、コメント欄に。 あの、書いてくれると、私全部読むので、いいね、押しに行くので、書いてくれると嬉しいです。はい。ではですね、実際にじゃあ AI、AI を使って文章を書いてもらおうと思います。ということで、ただですね、注意点として、まあ、このね、動画を見られている方はどんな方がいるかわからないんですけど、特に、あの、未成年の方はですね、特に気をつけてほしいです。例えば、フルネームを書かなかったり、 あとは、生年月日をね、入れなかったり、あとは、学校名を入れたり、まあ、職場とかですかね。あと、個人の社、社外の、社外秘密情報とか、なんかそういったのとか、そういうのも入れてはダメだし、あの住所とか、特定されやすい情報とか、そういうのは入れない方がいいと思います。あとですね、この動画では最後にブログもね、書こうとは思っているんですけど、まあ、そういう時にもですね、個人が特,特定されないっていうのはですね、ぜひ、 気をつけると良いのではないかなと思っております。はい。じゃあ、どんな AI が今あるのかといったら、まあ、この4つかなと思います。まあ、他にもね、多分 AI いっぱいあると思うんですけど、まあ、代表的な4つって感じです。左から解説していくと、まあ、一番有名なのがこの ChatGPT ですね。ChatGPT が出たから、こう、いろんな AI が出たと言っても、加減、過言ではないですね。GPT3 から。 ちょっと一気にブームが、こう AI ブーム来て、生成 AI ブームが来た感じがするので、はい。で、最近ですね、ちょうど先週ですかね、11月、2024年11月にですね、いよいよですね、Google に対抗しようということで、ChatGPT Search っていう、Google みたいな検索機能がついにね、出たっていうのは話題になってましたよね。ついに Google を小筋、ね、アプリが出てきたって感じですね。 じゃあ Google 何してるのかって言ったらもちろん Google も黙ってはいません。Google もですね、Gemini っていうのがーリリースされています。左から二つ目ですね。Google が母体となって作ってるやつなのでもちろん Google サービスと相性がいいです。何がするかって YouTube の予約してって言うと YouTube の動画をめちゃめちゃいい感じに予約してくれてしまって詳細予約してって言ったらその YouTube の内容よりもさらに詳しくその動画のね、この動画も多分予約してって言ったらそのかなりいい ね、情報、追加情報も含めて予約してくれると思いますね。なの、かなり便利な機能が多いので、結構使っている人も多いんじゃないかなと思います。あとですね、クロードっていうのも、これ、あの、結構有名というか、これなんでクロード生まれたかって、これは結構もなんで生まれたかが面白くて、これの歴史的な重さがありますね。あの、チャット GPT って結構イケイケで、もう AI で世界を変えていくぞっていうサービスなんですね。でも、そんな AI、AI ってやっちゃうと、AI が 世界に乗っちっちゃうんじゃないかとか、え、もうちょっと AI をや、この成長させて学習とか始まると、あの人間にもしかしたら恐れがあるんじゃないかとか、そういったちょっと怖さみたいなのがあったりします。で、そういうのも考慮して、ちゃんと考えた上で開発ってしていかなきゃいけないよねっていう、あの、舞台が、まあ、チャット GPT の中でね、こう、二分したんですね。やっちゃえっていう、あの、技術者たちと、あとは、まあ、経営陣かもしれないですね。そういった人たちと、あと、もうちょっとちゃんと 考えてリリースして、あの AI の安全性もちゃんと担保した上でやらないとダメだよねっていう、まあ、技術者とかがいたわけですねで。ここは分離して、で、分離した上でこのもっと安全に的確に世の中良くしていきましょうっていうふうに考えた人たちが新しく作ったサービス。これがですね、クロードですね。はい。チャット GPT との価値観の違いで爆誕って書いてますけど、はい。そういうことですね。で、これ何がすごいかって、やり取り中にですね、コンテンツを作成する機能を アーティファクツって言うんですけど、例えば、プログラマーだと結構、クロードでこの機能使ってる人多いと思うんですけど、プログラムをね生成するっていうのはどの、ね、どのアプリでもやってくれるんですけど、そのアプリを、じゃどうやって動いてるのかとか、なんかその実際の画面ですね。例えば、ウェブページ作ってって言ったら、そのウェブページのプログラム書くだけじゃなくて、どんなページができますかっていうのが右側にね、表示されてるんですよ。アプリ作ってだったら、アプリのね、作った画面がこう右側に出てくるんで。そんな、 あの、便利機能があって、これ結構使うと便利ですね。もうこれ一回使っちゃうとやめられないみたいな感じですね。あと、もう一個いいのは、クレジットカード登録が必要ないんですね。なので、例えば AI の考察したいってなったときに、AI を使ってプログラミングしたいってなったときに、多分何かしらのね、API というのを使って開発する可能性が高いんですけど、そのときに、チャット GPD とかジェミニーとか、 あの、API、クレジットカード登録が必要なんですよね。ちょっと細かいですけど。でクレジットカード登録が必要ないのがこのクロードさん。5ドルまで確かに無料で、クレジットカード登録なしで使えるんですよ。ただ、チャット GPT、ジェミニはそのクレジットカード登録が必要ということで、あの、中学生とかね、高校生とか、もしくはなんか、プログラミングスクールで、その、クレジットカード登録しなきゃいけないっていうのは結構手間だったりして、できなかったり、やりづらさがあったりするんですよね。 でも、クロードはそれがないので、ク <laughs> レジットカード登録が必要ないということで、私は何か AI の授業をして、それでプログラムを使ってそれを動かすってなったときは、もうクロードって感じですかね。だいぶちょっとマイナーな話をしてます。あとね、パープレクセティ、一番右ですね。これもかなり良くて、ウェブ上にあるものを参考にして、あの、回答をですね、出力してくれます。何がいいかって、あの、 追加情報もね、結構、これとこれとこれを参考にしました、みたいな感じで、ばーってたくさん出てくれるんですよ。なんで、その a が出力したのだけではなく、その参考先の URL も飛んで、あ、この記事参考にしたんだってことで、その記事も読めると。これ結構良くて、私は一番今、愛用しているといった感じですね。いかがでしょうか。ぜひですね、この4つ、ちょっと、使ってみていただけると良いかなと思います。ちょっと、一回、使ってみますか。例えば、 チャット GPT これもねあのログインどれも必要だったりするんですけど、チャット GPT 実はログインせずに使うやり方があって、チャット GPT って検索せずに、OpenAI ってね検索すると良いですね。OpenAI、まあ、チャット GPT とかで検索すると、この https://openai.com コロンススララッッシシュュ、これですね。この openai.com に行くと、このページに行きます。 このページからこの今すぐ始めるってボタンを押せば、ログインせずにね、使えることができます。もうこれ私ログインしちゃってるので、ログインしちゃうんと思うんですけど、はい。ここにね、こんにちはと。こんにちはって書いてくれますね、はい。日本の美味しいお茶は何がある煎茶って、どっちかそ、ね、れとも抹茶あ、抹茶かやっぱり一番上はい玉露ね。 うんうん。あ、先茶3番目行きました。オーデー茶とかも来るのか来ましたね。あと何だろう。玄米茶ね。何でしょうね。何これ茎茶こんなのあるんですよね。泡、泡ン茶。<laughs> 知らないなああ。面白いですね。はい。こんな感じで、チャット GPT さんですね。で、これを、パープレクシティも使ってみますか。 パープレクシティもすごくて、これ、例えばさっき同じ質問しますね。これはあの、ログイン。もちろん、あの、何回かで確か聞かれるんですけど、最初の数回はね、ログインせず使えるので、これも良かったりしますね。私もログインしちゃってます。はい。細いロジャなんか、すごい、いろんなの出してくれてますね。うん。これ何がすごいかって参考にしたね、ランキングみたいな。こういうところから取りましたみたいな感じで。 出てくる。で、これ、どんなのページなのかなって,って,て、こう、クリックするとね、あ、こっから取ったんだよ。あ、こまい確かに、1位になってるわ、みたいな感じで、こう見えるんで、あの、いいですよね。はい。なので、私はこれよく使ってますね。ね、検索するときに良いです、はい。ですね。かぶせ茶ね。はい。かぶせ茶っていうのは、あの、 お茶をこうね、黒い膜でこうかぶせて、それで育てる結構手間がかかってるから、高くて美味しいらしいですね。はい、育て方も違いらしいです。って感じで。まあ、なんでこんなお茶に詳しいかっていうと、お茶をね、ちょっとドイツで売ろうと思ってて、そうそうクラウドファンディング始めようと思ってるんで、もしその時はあの、支援していただけると嬉しいです。もしあの、支援してくれる方はですね、この概要欄に多分来月ぐらいに書いておくので。 よろしくお願いします。まあ、ちょっと余談でした。じゃあ次行きましょう。タイトルを考えて、あの、2000文字のね、文章を作ってみようと思います。まあ、テーマは何でも OK なんですけど、特化していればし,るしているほど良いと私は思っていますね。まあ、なんか特化ブログみたいなのが結局一番見られると思うので、まあ、そういった特化してると良いかなと思います。例えばね、四つ葉のクローバーの見つけ方とか、あとはなリレーの選手になる方法とか、 そのトレーニングの仕方とか。あとは、あなたの知らない日本の美味しいお茶屋さんとか。日本の美味しいお茶屋さんとかは、あのパープレキシィで検索するとまず一発でいっぱい出てくると思うんで。こういうのはいいと思いますね。はい。まあ、一人で考えずに、誰かと一緒に考えると、割とのテーマで決めの段階でアイディア出てくると思うんで、あの、一人で考えないと良いと思いますね。あとは、ゼロから自分で書き始めるのではなく、一旦ね、 チャット GPT とかに書いてもらって、それをちょっと自分なりに編集していくっていうのが、今時のブログの書き方なのかなとは個人的には思っていますね。でね、書いてもらった文章はですね、ぜひですね、ブログとしてですね、ノートに公開してみようということで、ちなみに、こちら今2024年5年ってこのあたりなんですけど、その20年前がブログが実はできた時代なんですね。 なんで、こう、20年前から、こう、今にっこの、ちょうどね、シンギュラリティとの間の、この時代、そろそろね、AI が、AI でブログが作れる時代にもなってきたので、こうね、ぜひ、やっていこうと思ってます。改めて、ブログをね、AI で書いてみようということであ。あで、注意点ですね。ここは結構大事で。AI って、別に、まあ、誰でもできるんですけど、誰でもできるからこそ、まあ、あえてですね、フルネームとか、年齢年月日とか、学校名とか、住所を入れない方が良いと思います。 あと、最寄りのね、記名とか、住んでいる町とか、そういった締めも特定されやすいので、入れない方がいいです。まあ、入れない理由はいろいろあるんですけど、メリットも実はかなりあって、例えば、これブログめちゃめちゃ流行ったら、その流行った時に、誰かに続きを運営してもらうこともかなり簡単にできるんですね。誰か、その、個人に紐づいちゃうと、その個人の人が書けなくなった時に、誰も運営できなかったりするので、その引き継ぎができるみたいな感じですね。なんだったら、その誰かの、 誰かもしくは、どの,かの企業がですね、あの、買収して M&A みたいなのができるかもしれない。それでなんか数千万とか稼げてる人も、なんか私の周りにもいるので、なんかそういったの夢もあるので、あえて自分の個人情報とか全く隠して、もう出さないで隠すみたいな、そういったのも良いかなと思ってますね。はい、もちろんですね、ノートに表示されるニックネームとかも、あの、実名にも届かない名前にすると良いですと。 あとですね、投稿する文章とか画像とか映像とかすべてですね、AI が生成したもののみにすると良い,いと思います。はい。というわけでですね、ノート。はい、ノートっていうのはね、この https スラッシュコロン、コロン、コロンスラッシュスラッノート .com ですね。ちょっと開いてみますか。私もこのページになっちゃうんですけど、ノート .com って検索するとこの画面になります。で、新規登録っていうのがですね、右上にあるので、新規登録してください。登録 ですね。会員登録。会員登録したら、はい、メールで登録もできますし、あとは X とか Apple、えー、で登録もできたりしますね。で、メールアドレスとパスワードを入力して、でノードとで表示される名前を書いて、同意して登録して、で自分のですね、好きな URL も書いてもらって、次へ押すともう、あなたのブログが完成しますといった感じですね。ぜひ、公開したら。 YouTube のコメント欄に書くと私が見に行きますの、ね、で、よろしくお願いします。じゃじゃん。最後ですね。結局、ええー、って何がすごいんですかということで、あえて空欄にしています。ええー、って何がすごいのって、私が答えるというよりも、チャット GPT に聞けば、これも答え多分出してくれるですと思いますし、まあ、この答えって、まあ、何がすごかったかって、まあ、個人の感想だと思うので、の実際にね、使ってみてあ、ここすごいっていうのをですね、こう書き溜めておくと良いかなと。 思いますね。ぜひ。何がすごかったのか、私に教えてくれても、とっても嬉しいです。といった感じですね。いかがでしょうか。こんな感じでですね、あのー、私のチャンネルでは、AI に関する情報をですね、うん、あのー、毎週金曜18時に更新していこうと思ってますのでですね、ぜひ、チャンネル登録、あと、X のフォローとか、お待ちしております。以上ですね。それでは、最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。次の動画で。チュースハローブーテンターク 私、中条隆之と申します。この講座ではゲームエンジン Unity を使ってクラスターのワールドを作っていきます。Unity で 3D の空間を作ったらメタバースプラットフォームクラスターでワールドを公開してみましょう。スマホでこの公開したワールドに入りますとこのようにアバターで入ることができます。そのアバターはスマホで作ることができます。またその作ったアバターでワールドに入ってですね、ぜひコミュニケーションもしてみましょう。 例えば、チャット画面で、はじめましてと言うと、はじめましてということができ、もしかしたら他のユーザーもですね、はじめましてと言って、還元してくれるかもしれません。私、中条隆之と申します。ぜひですね、この講座を使って、メタバースの空間をですね、作ってみてはいかがでしょうか。次の世界を作るのは、君だぜひ、ユニティ入門クラスター講座、ご受講くださいませ。このチャンネルでは、 毎週金曜18時にプログラミングやテクノロジーが学べる動画を配信しています毎週月末の金曜18時にはテーマを1つ決めてライブ配信もしています知識が全くなくても動画の通りに行えばプロトタイプが作れたり作ったプロトタイプを実際に発表する場を設けたりしていますまた現在は海外に住んでおりますので現地に住んでいる人を仲間にして 短期間でその仲間たちとプロトタイプを作り発表したりもしました。それから豪華なゲストをお呼びしてインタビューを行ったりもしています。TSFCM Tech School for Change Makers も運営しています。詳しくは概要欄の公式ページをご確認ください。最後にチャンネル登録といいねを忘れずに。ご視聴ありがとうございました。